寒いだ。寒いけど。で、どうせ見えんな、あんまり。この T シャツ見せたいな。こうしたらいいのか。こんばんは。うん。何も見えてない。寒すぎる、ね、こんばんは、いただきます。ん？まこちのインスタライブから見に来てくれたんですか、フラフープ。うん、さすが T シャツに気づいてくださる方。そう、これなんとなんとなんと、なんと、こちら、日本モンキーセンターの飼育員のあのさんが書いてくださった イラストの T シャツ。です。と普段お世話になってる公文出版の、あの谷さんとナイキさんって方がいらっしゃるんですけど、そう、皆さんでお揃い。嬉しい、誕生日プレゼントに送ってきてくださって、この長袖バージョンもめっちゃ嬉しい。あ、ちょうどこうしたら映る。あのさん、ありがとうございます。ネギさんも谷さんもありがとうございます。嬉しい、この時期に長袖は嬉しすぎる。でもこんなん着ながらご飯食べてて私はこぼしそうで怖い。ボブみたい、ペッてしてたら。仕事今終わってお疲れ。あ、マジで傘持って帰るの忘れんとこ。始めましたね。 T シャツ写したいけど。珍しいでしょ、しおりがご飯食べながら配信してるの。珍しいよね、珍しいんです。今日は
23時半やっけ、なんかそのあたりでジョニシさんのルームの、ルームじゃないジョニシさんの YouTube で小島と私と3人でゲーム実況します。おいしい。食べてるとこさ、 T シャツ販売して、私に全然もうあの本当になんか私が作ったんじゃないんで。久々にハムとか食べた。ね、マジで、加工肉うまい。加工肉、酒。どういうこと？ビーツメンバーとボウリング行ってたん。そう、シンシンと、シンシンってあんま普段言わんない。まこちとあやぴょんの4人で。ボーリングのスコアの話は、あの私の勝利ルームに書いてるんで見てください。そう、あれなんかおかしいんですよね。私ボーリング企画 2年前とかかね、ラウンドワンさんとのコラボで最高173とかのスコアやったはずなんですけどね。あやぴょん後ろに投げへんかった。後ろには投げなかった。後ろに投げたのは私です。もうその詳細はあの私の勝利ルームに詳しく載ってるんで見てください。何イベントやるこれ。書いてない。書きませんでした。もう本当にそのぐらい前かも。だってまず私がそもそも神がショートだったんで、あのラウンドワンさんのコラボ企画の時。そう、173ってさ、女性で173って結構すごいと思う。普通に。その時はなんかスコア200目指す企画だったんですけど。帰宅中、お疲れ。ボウリングね、めっちゃ楽しかった。マジでボウリング楽しい。私のできるスポーツ唯一の長距離走とボウリング。でもそのラウンドワンさんの企画のおかげで私はボウリングできるようになったんで。かわいいなこの T シャツ。しおりゴリラ、多分これは太郎さん。めっちゃ嬉しい。25って書いてあって、色味もね、ペンライトの色とかわいい。めっちゃ色味、こっちもなんかね違った感じでめっちゃおしゃ。嬉しい、マジで。皆さんありがとうございます。本当に嬉しい。見てくれてはないと思うけど、ありがとうございます。本当にめっちゃ来ます。ほら、あのさんのサイン、なんていうの、マーク、かわいい。こんばんは。こんなに皆さん優しい。こんなさ誕生日に
一緒にシャサル沼広めていきましょう、素敵な25歳になるようにみんなで応援していますって、優しいんですけど本当にありがとうございます。今日のインスタに投稿します。毎日素敵、マジで私は早くモンキーセンターに行きたいんです、マジで。2月中旬までには行きたい。いつも可愛いけど今日は一段と可愛い。今日ねでもねマッチで薄メイクなんです。あのまずまつげ上げてない、マスカラも塗ってない、アイシャドウも全然塗ってない、アイラインもマジで塗ってない、眉毛と肌とチークとハイライめっちゃしてんな。でもいやマジでしてないね。でカラコンもしてなくてさ、なんかね、そうこれでまつカラコンせずにまつげ上げちゃうとカラコンしてないのがめっちゃ目立っちゃうんです。でもね劇場公演昨日そうカラコンせずに出てアーカイブ見たらめっちゃカラコンしてないとやっぱなんか目にねめっちゃ光入ってるように見えて、そうけど写真は全然漏れないんですよね。やっぱほんで長いこと写ってるとカラコンしてないのがめっちゃわかるんです。まあ自分だけやと思うんですけど、だからちょっとカラコン選びをカラコンをちょっと見直そうと思いました。もうちょっと目に光めっちゃ入るように見えるやつありますよね。でもカラコンはな、私ドライアイやからマジで加工してんのめっちゃバレる、見て。今日ドライヤーにカラコンマジできついよな。だからさ、あの何土入りのさ普通の色ついてないコンタクトさしなあかん人、目本当に悪くてすごいよな。それでドライヤーでつけてる人絶対だって毎日つけなあかんわけやん、大変よな。そんなことないんか、うん、レイコジがプレイしてしおりちゃんは見てる感じ、ゲーム配信今日の。うん、私は多分やらないと思います多分。マジで私コントローラーを握ることがほんまにないからな。全然誘われたらやるし、むしろゲームやりたいんですけど、慣れコンタクト、そうなんや、頑張ってください、ありがとうございます。うん、はあ、袖寒い。けどな、慣れてるよな、なんかこの寒さ。
家で半袖はさすがにちょっと無理なんですけど、なんか劇場でいつも衣装の寒さで慣れてるから、絶対今この状態家やと絶対耐えれない。全然あったかくない、マジで寒い。うん、唐辛子ね、かけてないの。もう言われたら食べたくなってきたやん。むくむからね、むくまんのかな。あんま、だるま、いやー骨入ってるやんこれ。何これ、寒いな、気をさっき耐えれるとか言ったのに耐えれんかったわ。一人暮らしのタバスコが減らないんですが、おすすめある？もう何にでもかける、何にでもかける。まあでもタバスコって捕まえやな、そんな。まだツイートしてないからずっと無視してたんですけど最悪、ずっと無視してたんですけど、あの2月3日の月刊コートに小島と2人で出演させていただくんで、皆さんよかったらぜひ生で見に来てくださったら嬉しいです。待ってます。夜遅いよな。でも何時からやっけな、8時半とかからやっけ。はい、デザイアーズマンションで共演させていただいた現場さんが無視してた、ごめんツイートまだしていた、ツイートしてないからごめんごめんごめん
マジで嬉しい。ずっとね、痛くて痛かった。嬉しい、ありがたい、本当に。しかも小島と2人で一緒に絶対あのぜひね、舞台見てくださった皆さんは絶対来てください嬉しい、ありがたい、本当に。2月3日です。後でツイートするからツイートしてから配信始めようと思ってたのに、気づいたら先に配信してたわ。楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ。最近はどうですか？元気ですか？皆さんどう？なんかいや、処理のファンの方で結構最近元気ない方が多いからみんなどうした？元気か？もう何でも言ってきてな、処理に。見ることしかできんけど、全然何でも言ってきて4と弥生がゲーケンでマリオするらしい。うん、この前のあの何っけ、桃鉄のワールド、あれも面白かったな。あ、髪型も素敵です、ありがとうございます。今日は何もしてないんですけど、ありがとうございます。ねえ、なんかさ、皆さん聞いてくださいよ。私の家に、私ね、絶対言ってない自信あるんです。家に、家がテレビじゃなくてプロジェクターなんですっていうのって、私さ一回も言ったことないじゃないですか。なのになんかある日ファンの方から、しおりちゃんプロジェクター買ったのみたいな送る。なんで、だからさ、めちゃ、なんで知ってんの、怖いってなってさ。誰か言ってた？ほんまに怖いんやけどめちゃくちゃほんまに怖い。知らん、言ったことないですよね。モバメでも勝利ルームでもショールームでもインスタライブ TikTok ライブ、マジで言ったことないね多分。レイちゃんあたりがいいっす。ほんまに怖いか知らん？ラジコで言ってた？ワンちゃん私はあやぴょんかなって思ってるんやけど、キクン忘れてた。マジで怖い。
ちゃドキッてして、もう最近今年まだ始まってちょっとしか経ってないけど、今年一番ドキッとしたもん。え、また誰にも言ってないのにって、怖い。で、欲しいとは言ってたんです。え、なんだこれ、油？そう、あやぴょんには言ったことある。あやぴょんとシンシンと、あ、シンシンないな、あれやけ、あれさか、まこち、でもまこちは言ってないって言ってたから。でもそれであやぴょんが言ってなかったら怖すぎって思って、でかいな、ちょっと。こんなん一人やったら一口でいくよ。うん、明後日資格試験があるのに勉強に集中できなくて困ってます。どうする？明後日、うん、頑張るしかない。映る映像でかすぎて見づらかったりせんのかな。あ、プロジェクターですか。なんかね、うん、全然ない。なんか調節できる、それも全部なんか、うん、こんな一口で行くのに配信してなかったら。むずいな、みんなこういうのどうやって食べてんの、アイドルの人は。13位リナさん、12位が サンタさん、合ってんのかな、違うよなって言って、11位がカノンさん、10位がカンちゃんさん、9位キューマンさん、8位がおこげちゃんさん、7位がおっくんさん、6位野原しんのすけのすけさん、5位がゴリークマさん、4位がおさむさん、3位がワンタンメンさん、2位がたかしさん、1位がタッキーさんです。ありがとうございます。アンジュは食を最優先らしいから画面外で食べてる。あ、確かにアンジュ、確かに確かに。サンタさん、よかった、ありがとうございました。じゃあみんな今日も一日お疲れ、今から仕事の方は私は今から残りのお弁当を食べて今日のインスタの投稿をする。そして
23時半からジョニーさんのゲームチャンネルで配信するんで見てください。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。